小野坂江口の声優プレイ、イエーイ。いや久しぶりですね。お久しぶりですね。何やってらっしゃったんですか。いやいやいや、もう普通に仕事ばっかりして、声優プレイをないがしろにして。いやいやいや、やめてください。全然会うてへんから、もう再放送ばっかり流れてますよ江口くんのせいですよ。いや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 、そんなことないですよ。待ちに待ってらっしゃるの。待ちに待った。嘘でしょ。小野坂さん、なんか同じ買ったんですか。はい、買いました。なんで買ったんすか売ってるというのを目にしまして、まあ、早速こういう、多分小野坂さん買うんだろうなと思ってたんですけど。これもセーターの名前なんていうか知ってる。え、いや、可愛いセーター。ダサセーターってなんで買うの。いや、ちょっと気になっちゃいましたね。よう、買うてくれま、ありがとうございます。あ、いえ、とんでもないです、ね、ということで、今日はペアルックでお届けしたいと思うんですけれども、そんなこと言ってる場合じゃないですよ、小野坂さん。どうした。今回めちゃくちゃ真面目な企画なんです。そんなこと声優プレイでやったことないじゃないですか。そうなんです、そうなんですけど、今回は一切おふざけなしで。え、はい、じゃあもう帰るおふざけ要員として声優界では呼ばれてるんでいやいやいや、大丈夫です。小野坂さんの真面目な部分もちゃんとあるよっていうものは出ます。皆さんもうね、ご存知だと思いますけれども。出ますかね。今回はなんと、はい、華道に挑戦させていただくと。華道って、あの、水蒸気出るやつとか作ってる会社。違います。まあ、僕たち2人だけでやるのはやっぱり無理があるので、はい、そりゃそうでしょう、はい、ということで早速先生をお呼びしましょう、はい、先生どうぞ。どうぞ。一応式いけばなの、家元しております粕谷直弘と申します。よろしくお願いします。家元、よろしくお願いします。お若いのに。はい、おいくつぐらいからやってらっしゃるんですか。まあ、小さい頃からまあやってますね。でも手伝いっていう感じですよね。あ、なるほど。まあ、例えばラーメン屋さんの子供だったら配達行ってこいとか、うん、なるほどなるほど、なんかこれ見とけとかあるじゃないですか、うん、そんな感じで荷物持っとけとか押さえとけとか。あ、じゃあ家に常にお花がある状態なんですか、やっぱり。まあ、お花もありますけど、やっぱそういうイベントとか、うん、展覧会とか、あ、ついて行ったりとかして、はい、あとデモンストレーションとか、まあ、そういうライブステージでやるのとかで、アシスタントしながらこう覚えていくって。すごいね。すごいですね。育ってみたいな、家元に憧れではありますけど。憧れですよ。大変なことはたくさんあるとは思いますけれどもね。すごいモテるんやろな、お花やってたら。でもそれすごくいいイメージですね。なんかそうあってほしいなと。いやいやいや、絶対飲み屋行ったらモテますよ。絶対。かっこいいですもんね、だって、ね。何やってらっしゃる人なの。華道です、家元です、なんですからね。キャーって。いや、でもそういう、あの、生き花やったらモテるってすごく大事かなと思ってたので、ぜひ男性に生き花やってほしいなって思ってます。あ、そうか、女の人が有名だもんね、やっぱりね。確かに。花といえば、実際に先生が作られた作品のお写真があるということで、これはこれお寺。いや違います、これは古民家ですね。古民家、え、はい、これな、え、展覧会、これはあの僕の個展で。あ、個展か、はい、すげえ。これじゃあ依頼されたわけじゃなくてっていうこと。まあ、依頼されてここでやってほしいということで。へえ、すごい素敵な古民家なんですけども、うん、天井がすごく高いんですよ。そうですよね、古民家は。で、古民家に、うん、のその梁がすごい立派な梁が、うんうん、梁ってこう横にこう、うん、大きいね。それを見たらもうやっぱり何か釣りたいってなって、いけ花ってお花いけてるだけだと思うかもしれませんけど、空間とどういうふうに関わっていくかっていうのがすごく大事なんです。で、その空間も生かそうっていうことです。で、その梁があったら梁を生かそうっていう発想になってくるんです。上が、ね、あるからやっぱり上に浮かんでないとってことですもんね。そうですね、まあ、そのどういうふうに使うかっていうのはそれぞれなんですけども、でもやっぱその梁見つけたら、あ、それ生かして何かしたいっていうのが。あの
垂れてるやつ何なんですか？あれはですね、梅酒つけたりする、あの梅の実がありますよね、うん、はい、あれをこう吊り下げてるんですけど、ちょうど梅雨の時期に行けたんですが、うん、梅雨って雨の梅の雨、そうですね、梅の雨って書いて梅雨って、はあ、だから本当に梅の雨降らせて、シャメじゃないですか。そういうことです。うわあ、行きやね、おしゃれだな、バイユで。そうです、ね、でその下にちゃんと紫陽花を持ってくることが、あ、雨が落ちてきて紫陽花にかかるってこと。そうです、ね、ドラマが。でまたその本当はと空間入っていくと、うん、最初ちょっと5月っぽいお花が入れてって、うん、だんだんこう季節をこう、なるほど、進んでいってってこと、行くような、あの展覧会にしてるんです。これは？これはあの、お風呂場？そうですね、お風呂に行けて、うん、これはあの横浜の方にある、うん、あの伊藤博文さんの別邸っていうところなんですけど、そこで行けた、そこ の, あの、うん、その伊藤博文さんのお風呂を行けた。お風呂行ける、お風呂行けるお風呂行ける。これお風呂と合致するためにちょっとお風呂っぽいものとか入れてるんですか、やっぱり、はい、ボイラーみたいなのがある方に対して色がこう濃くなっ て, こう、なるほど、あったかいってこと ね, そ, うですね。うわ、そしてあの湯気をこう、あの雲龍柳でちょっとこう表現しながら、木でね、はい、湯気を出してんねや、はい、でそして日差しをこう、あの入れて、そうですね、入れながらっていう形で、うわ、おしゃれだな。これはあのおじさんをいけた。何やってんですか。おじさんをいけた。これは先生お遊びでしょ。これは先生お遊びですよ。これはあのあれですね、あのこう映像アートみたいな、海外の方がこういけばなのこうシーンを撮りたいということで、なんかその頼まれて、でおじなんか人、あの東日本大震災の後になんか人を生き返らせるみたいなの、映像を撮りたいみたいなことで、じゃあお花で生き返らせるみたいな。そうなんだ。それでじゃあどうやったらそれできるかなと思って、あのこう、まあ、これちょっと年齢が出ちゃうかもしれないですけど、男塾ってあるじゃないですか、はい、知ってます？知ってますよ。あれってあのどんなに死んだって言っても、はい、包帯巻いて帰ってくるから、ね、そうですね、だから包帯巻いたら治るみたいな、うん、そういう発想で葉っぱ巻いちゃえと思って。男塾発想にしてどないするんですか。いけばなの場合は所作よりどういうふうにそのお花とかそういうのをどういうふうに生かしたかなっていうことがすごく大事になってきますので、もっとこうクリエイティブな世界、自由ってこと。そうですね、表現っていうのに近い。そうなんだ。やっぱその基本はあるんですよね。そうですね、その基本を勉強しないことには自由にはできないじゃないですか。そうですよね、はい、なのでただその基本の型を勉強するときに、こうした方がいいよ、こうした方がいいよっていうのが、まあ教えてる先生によってはこうしなさい、こうしなさいってなってきちゃう。で型が外れた後に自由があるので、まあ型があっての型破りみたいなことね、あの歌舞伎の方がおっしゃってましたけど、一回勉強してからってことなんですね。そうですね、やっぱりこれが基本的なやり方だよっていうのの後に自分の自由の表現があると思うんですよ。あ、声優もきっと同じことなのかなと思う。僕らはそん何にも考えてない。特徴なんですか。特徴はまあ、基本的には自由に行けるってことなんですけども、うん、その中にこう軽やかさとか、軽やかさね、まあ、軽やかで力強いみたいなのが、まあ、流派としては特徴です。あとちょっと危ないことをする、危ないこと、アンバランスな作品とか。もうすぐおじさん呼んできますよ。それあのおじさんはちょっと危ないの意味が違うかもしれない。なるほど、はい、さあ、うん、ということで早速花瓶の方。いやいや、めちゃめちゃ種類ありますけど、これこれ先生、これ流木ついてるやつありますけど、これあの流木付き？いや、あの付きではないです。ごめんなさい。セットじゃないんですか？ではないです。あ、流木は別に はい、あるっていうことね。まあ、一応なんか面白いかなと思って。流木絵ね。流木に行けるんですか？流木をだから例えばこうやってこうなんちゃう？でここにこう行けていくんちゃう？あ、こうやって。そうですね。確かに、うん。そういうのもできるかなと思う。え、先生。いや、なんかそういうのもチョイスする方もいるかなというあえての終わってしまうじゃないですか。でもこれちょっとこう高めのやつだと、どうしてもこの
高いお花を生けなきゃいけないから、いやそんなことはないんです。これ難しくない？これ。そうですね、これあのちょっと技術が必要かなと思います。えでも一般的なお家にあるの花瓶ってこれだもんね。そうなんですけども、確かにこれ難しいの？ですね、刺すことは簡単なんです、うん、でも生けることは難しい。はあ、全問答みたいな。刺すことは簡単です。ただあなたはそれを生かしていますか？なんか素人の感覚だとこれが一番簡単なんじゃないかとか思っちゃいますけどね。いや俺これはね、家にもこういうのあるけど、はい、難しいよ。はい、花束生けられないもん。じゃあ例えばですけど、はい、こういうのとかも、うん、あの長いからこうやって刺すってしたとするじゃないですか、はいはい、でもこれってもう角度これしか決まんない。ああ幅がちっちゃいから。で僕生け花の人たちはどうやっていけるかというと、うん、こういう壁に当てていけるんですよ。はあ、こんな不安定なことやんの？こうやって。いやこれ便所に置いてたら便所の中入っちゃいますよこれ。ああすごい。そうや、こんな確かにもうこうやって空間ができた。もうこれはそう、こんな発想なん。うわ、だからそういう風にして考えることもできますし。おもろいな。あと剣山使えへんねや。剣山イコール生け花みたいに思う方いらっしゃるんですけど、うんうん、はい、途中でお花をやめちゃうと、あのその自由度に行く前にこうしなさい、ああしなさいが多くて、うん、あそうだった、あなんかよく分かんないなでやめちゃうんですね。剣山も最初の方はよくやっぱり止めやすいので使うんですけど、うんうん、だんだんいろんなお花を止める道具を使っていくんです。まあ、道具使わなかったりいろいろ、はい、だから剣山イコール生け花ではなくて。そうなんですよ。だから途中でやめられちゃうと剣山しかならなかったから、剣山イコール生け花だと思っちゃう。剣山だと思ってた俺、はい、僕もそうでした。そうですよね。だからこれもだからこう例えばあのお花の顔ってあるんですけど、これ例えばちょっと分かりづらいかもしれないですけど、これちょっとこういうこうなってますね。でこれはこうすると元気よく見えてる。こう向いてますもんね、上にね。そうです、うん、これ元気ない感じです。でもこれこういう風にしてあげると表情が出てくる。だからこれこうやってそのまま立って刺したら死んでる花になっちゃう。そうですね、あこっちは重いもんね。でこういう風にやってあげると生きてるから、うん、だから生けてるのか、うん、死んでるのかっていう話ですよ。へだから生け花って、まあ、生かすっていうのもあると思うんですけど、うん、生き生きとしてるかっていうことも大事。生き生きとさせるんだ。生き生きとすることを考えての器選びやから。そうですね。そして生き生きとさせるためには動きが感じるかどうかが大事。なるほど。で動きを感じるのは枝とか線とかだけじゃなくて、こういう器もそれぞれのシェイプがありますよね、うん、その形もいけるかどうかっていうことなんですよ、うん、だからこう単一な方向ばっかり出るようなやつは難しいってことや、うんそうですね。でももういろんな自分で方向性を持っていけるし、器の形自体もいけることになる。へえ。いろんな深く考えると難しくなってくるかなと思います。まず流木は使いたいっていうことで。流木は欲しいですね、うん、かっこいいですもんね、もう形がね、うん、こうもうこうやったらもう金だってみたいな。そこから何かを連想する。もう今クリスマスのセーターです。なんかもうそういうダックですよね。じゃあ僕は江口君どれ？どれにする？これですね。え？また宇宙戦艦みたいなの撮ったな。はい、船です。やっぱり同じ一緒に旅に出ようかなって思ってますね。サーバチ級よ。それでもさ江口君。え？ここが広いからいっぱいお花入れないと、はい、いやもう贅沢に使ってきますよとなると、はい、ですね。え？いやもう考えません。そんなものそこは考えないでいただいて。そんなもの考えませんよ今日は。予算大丈夫なんですか、はい、もうガンガン使っていきましょう。やりますよ。全部やりますよ。じゃあ早速器も決まったことですし、はい、次の工程に移らせていただきたいと思います。はい、私は剣山長者だ。えあなたに剣山を一つだけ売ってあげよう。あ先生剣山をその売っていただけるんですか。それだったらもうこれだな。入りますかね。これしかやらんぞ。入るんかい入るんかい、はい、どうしたんですか江口君。えこれ、はい、
すごーい。これ日月剣山って言います。日月剣山日と月がね、ほらっけー、日と月がね、うわ日と月がねどんな乗組員がいたらワクワクする冒険になるのかな。ほっといてへんの、ほっといてへんの。いいですね、高いのかな。え、小野坂さん完成です。はい、完成しました。そうですか、はい。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。